おはようございますわ。ありがとうございます。ドクターはイギリスに行ったことはあります？そうですか。イギリスがどのような国なのか知りたいですのに。そうですわね、グッドアイディアですわ。さすがドクター。早速頼んできますわ。おはようございます。何か不便に思うことはありませんか？そうですか。店内を見て回り、足りないものがないかチェックをしているのです。そんなことはありませんよ。ドクターも何か必要になったら遠慮なく言ってくださいね。ドーブロエウード。おはようの挨拶。たまに話さないと忘れてしまうから。私の血の証、顔すら忘れてしまった両親からのただ一つの授かり物だから。悪かったわ、こんな話に付き合わせてしまって。ありがとう。スパシーバよ。
弱気なところ見せちゃった。みんなには内緒にしてね。でも意外、ドクターって怖い映画好きなの？ちょっと忙しいので。いえ、すいません、失礼いたします。トランプ。誰でトランプやってもつまらないので、ドクターにも参加してもらいます。そういうわけなんで協力してくださいね。言わない、シャッフルシャッフル。あなたたち何をやっているの？お仕事もしないでこんなことを。しかもドクターまで加わって。私は嫌だって言ったのに、ドクターが無理やりに。そういうことなんですね。これをひたすら剥くのだ。そうすると手が痒くなるからとっても嫌な感じ。笑い事じゃないよ。もう
ドクター、暇そうだな。どうせ暇なら、俺の話でも聞いていかないか？嫌か？いいだろう。俺の人生を一言で言えば、拾う、拾われるの人生だった。そうだ、俺はフィレンツェの教会に拾われた。生まれて間もなく捨てられた孤児として。そんな境遇に悲観したのか、ガキの頃の俺はかなり荒れていた。そしてその結果がシチリアの連中に捕まってリンチだ。調子に乗って奴らが経営するバールで暴れちまったからな。ボコボコに殴られたな。それこそ死ぬ一歩手前まで。ああ、後にも先にもあんなに殴られたのはあの時だけだ。話がそれたな。とにかくその時に俺を助けてくれたのが、シチリアのファミリーと敵対していたパドリーノ会長だった。俺はコムニオンに拾われたんだ、会長のファミリーに。そんな状態の俺に会長はよくしてくれた。そのおかげで神学も学ぶことができたんだ。会長は俺にとっては最大の恩人だ。司祭の資格を取得した俺は、会長の下で唯一の祈りを捧げる者となった。だからこそ子供たちの世話も買って出たのだ。そうだ、彼女たちは俺が育てた。あの子たちは俺と同じだ。一人では生きていくことができない。自分たちではどうすることもできない運命の渦、それに溺れ苦しんでいたのだ。だから俺は手を差し伸べた。それが彼女たちにとって本当の救いなのかもわからないままに。時が来れば彼女たちはコムニオンの各セクションへと配分されていく。綺麗事では済ませられない犯罪と荘園にまみれた世界だ。そんな世界に俺はあの子たちを。俺はすでに罪を犯している。一生をかけても償いきれない罪を。あの子を守ることが俺に与えられた使命、課せられた十字架なのだ。少し話が過ぎたな。これ以上はドクターには関係のないことだ。知らない方が良いこともある。忘れてくれ。俺は仕事に戻らせてもらう。
ドクター、くれぐれも余計な詮索はしないことだ。生きて帰りたければな。それじゃ、失礼しますね。